これちょっとどうなんですか問題として。ねえねえちょっとねえちょっとだって3択までしか絞れないじゃないですか。だいたいこういう時は2択ですよ。3択ってもう絞らせる気ないじゃないですか。いいんですかいいんですか。え、これ何でしょうね何でしょうね。青空が入っていて青空のリポートで初夏か陽気か、ね、キーワード多すぎですよね。汗ばむでしたっけ。こんなの当てられます。でもここはねやっぱりやらないといけないですね。何かけて正解発表はインターバルの後ですのでちょっと考えましょう。え、何入ると思いますか。メガポヨンも後ほどですかね。陽気、私も真剣に考えます。皆さんのお力もおかし、ね、借りたいです。初夏ですと、初夏ですかね。この後インターバル終わってから集計していきます。またこの時間帯はお待ちかねのリポート9の答えをお送りしていきたいと思います。え、何でしょうね。初夏か陽気か汗ばむだったんですけれども、まあ、おそらく私の予想としては新緑初夏陽気、汗ばむよりは陽気か初夏じゃないですか。汗ばむってまあ汗ばむくらいの暑さとなった場所もありますけれども、そんなに入るかなと思いまして2択までなんとか絞りました。ぜひ皆さんのお力をお借りしたいです。ということでメガポヨン発動しましょうか。メガポヨン発動。あー初夏だと思う。汗ばむも多いですね。初夏が一番多かったかなって思いました。え、初夏ですかね。初夏、うん、難しい。まあ、ポカポカ陽気とかの陽気もありそうなんですよね。そこですよね難しいの。まあでも言葉の響き的にこう初夏に胸がときめしましたので初夏にしましょうか。いきます。正解は初夏。さあ9位初夏どうだ。はい、お願いお願いお願い、やったありがとうございました。やっぱりこう初夏って使いたくなりますよね。今日はそういった方も多かったのではないでしょうか。では改めてキーワードを見ていきましょう。いやリポート9当てるとすごく嬉しいんですよ。あの結構本気でリポート9されている方がね多いと思うんですけれども、今後のコンディションがリポート9で変わるんですよ。はい、なんかやる気につながるんですよね。9位が初夏でした。